家好。今回は12月初旬の台湾で購入してきたお土産をご紹介しようと思います。台湾に行くたびに繰り返し購入しているリピート品も初めて買ったものもご紹介します。リピート品は今まで何度も台湾に行ってお土産を購入し、食品から日用品まで特に気に入ったものを厳選して購入しています。今回初めて買ったものは個人的な好みになりますが、本音でレビューしています。値段は台湾滞在時の価格で、店舗によっても変わると思いますので参考程度にご覧ください。少しでも皆様のお土産購入の参考になれば嬉しいです。では早速ご紹介いたします。まずはお菓子から。最初にリピート品からご紹介します。一つ目は前回の動画でもご紹介したガーリックアーモメです。24袋入りで51台湾ドルでした。甘いものが苦手な方へのばらまき土産にもいいかもしれません。詳しくは前回の台湾ベストグルメ動画をご覧ください。こちらは台湾の定番スナッククールーゴーのカオシャンチャンコウウェイ、1袋28台湾ドルです。夜市でよく見かける台湾ソーセージ味のスナックです。台湾ソーセージは日本のものと違い、独特のスパイスの香りがとても強く、ほんのりと甘さがあります。私はこのお菓子が大好きで何度もリピートしているのですが、八角が入っているので苦手な方はご注意ください。空港限定のハッカマオシュー、こちらはタウエン空港のサンリオショップで購入しました。1箱250台湾ドル。台湾らしい花柄の風呂敷包みのようなパッケージが可愛くて何度もリピートしています。ピーナッツあんが入ったお餅なのですが、日本人にも食べやすい味だと思います。年齢性別問わず評判がいいお土産です。ここからは初めて購入したお菓子をご紹介します。ベビースターのスモークチキン味、1袋29台湾ドルです。一口食べて普通のチキンの味かなと思ったのですが、後味はかなりスモーキー。燻製料理は好きな方ですが、このスナックの香りはちょっと苦手でした。リピートはないと思います。リーシャンヤンスドンスンビン、1袋25台湾ドルです。タケノコ味の小さなクラッカーなのですが、タケノコの味は特に感じません。生地の甘みが強く、八角も入っているので好みは分かれるかもしれません。食べていくうちに甘みが癖になりますが、絶対にリピートしたいとは思いませんでした。味のバリエーションがたくさんあったので、次回は他の味を試してみたいと思います。フォアシャンスービン、1袋28個入り129台湾ドル。こちらはピーナッツバタークッキー。この商品の塩漬け卵味はよく買うのですが、ピーナッツバター味を初めて見かけたので購入してみました。正直に言うとピーナッツバターの味は特にしませんでした。軽い食感は美味しかったのですが、薄味のプレーンなクッキーといった感じです。シェンダン味は塩気やこっくりとした卵の風味、カリッとした食感がとっても美味しいので、次回はまたシェンダン味を買うと思います。こちらは台中の太陽餅博物館で買ったパイナップルケーキです。6個入り240台湾ドル。太陽餅博物館なので太陽餅を買うべきだったかもしれませんが、試食のコーナーでいただいてみて美味しかったので購入しました。パイナップルあんは甘さと酸味のバランスがとても良いナチュラルな風味。
わざわざまたこれを買いに行くことはないかもしれませんが、箱も可愛いし、お土産にちょうど良かったなと思います。お菓子は以上になります。次にリピートしているお茶をご紹介します。リプトンの台湾茶ティーパックです。1袋139台湾ドルです。この台湾茶ティーパックは手軽に飲めて美味しいので、ジャスミンティー、東朝ウーロン茶、緑茶をストックしています。癖のない緑茶が美味しくて一番減りが早いので今回購入してきました。ミルクティーのおまけも嬉しかったです。次に紹介するのは調味料と食材。リピート品からご紹介します。こちらは最近大人気の台湾土産。日本未発売のホタテ味の本出しです。1箱92台湾ドル。本出しは台湾でもメジャーな出汁調味料。スープにしても、お鍋の出汁にしても、炊き込みご飯に使ってもとっても美味しいんです。自宅用と友達のお土産に購入しました。こちらは高雄にある岡山というところで作られたガンシャンミーチャンラードーバンという豆板醤です。この大きさで1瓶52台湾ドル。お料理の味付けにも、餃子やお鍋の漬けダレにも、麺に入れてもとっても美味しいです。しょっぱすぎないので、お料理の味を壊さないのが気に入っています。辛いものがお好きな方におすすめです。ここからは初めて買った食材になります。まだ使っていないので、後日お料理動画を作ってご紹介できたらいいなと思います。台湾のコンビニでよく見かける茶色い卵。じゃあイエダンが作れる調味料です。1箱32台湾ドル。簡単に作れそうなので、すぐに試してみたいです。鶏肉のごま油と生姜煮込みが作れる調味料です。1袋59台湾ドル。先日、鴨の生姜鍋を食べたのですが、とっても体が温まるお料理だったので、寒い日本で鶏の煮込みが食べたいなと思い、この生姜煮込みの素を買ってみました。麺線。そうめんのような台湾の麺です。1袋27台湾ドル。鶏肉の生姜煮込みと一緒に食べたいなと思って購入しました。次は日用品と雑貨のご紹介です。日用品と雑貨はすべてリピート品になります。これは台湾で有名な歯磨き粉、ヘイレンヤガオ。3本セットでカナヘイさんのコップもおまけについて、全部で206台湾ドルでした。チップのような独特の味ですが、爽快感が癖になります。容量も大きくて、1本使い切るのにかなり時間がかかります。以前何度か買ったことがある程度なのですが、今回は可愛いおまけに釣られて購入してみました。台湾の日用品にはこのようなノベルティがつくことがあるので、スーパーやドラッグストアでチェックしてみてくださいね。生理用品のオールウェイズも必ず買って帰ります。1箱129台湾ドル。日本でもコスモという名前で販売されていた商品ですが、現在は日本の店頭では販売されていません。お高めなのですが、好きな商品だったので毎回台湾で購入しています。こちらはディーファージェの布屋さんで購入したもの。青い布は90cm×90cm で75台湾ドル。赤い布は値段を忘れてしまいましたが、薄手の生地を量り売りで購入したのでお安かったと思います。以上が今回の台湾購入品になります。
年に6回程度台湾に行くので、毎回足りないものや気になったものを少しずつ購入しています。他にも私の台湾のお土産動画がいろいろございますので、ぜひそちらも合わせてご覧いただければ嬉しいです。最後までご視聴くださいましてありがとうございます。皆様のおすすめのお土産がございましたら、ぜひコメント欄で教えてくださいね。次回は冬の台湾のパッキング動画をお送りいたします。この動画が少しでもお役に立った、また購入品動画が見たいという方は、高評価、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょうね。谢谢。